シリーン地図 Google マップ級行動館行動館の成長行動館の正門行動館の梅。行動館は江戸時代後期に日本の日立国民と藩に作られた藩校である。所在地は茨城県三都市三の丸一丁目六番内。現在の敷地は全て都市公園法に基づく都市公園であり、茨城県都市公園条例において行動館公園とされている。 茨城県の行動館事務所は、茨城県三都市三の丸一丁目六番29号にある。文化財とされているのは、保存されている部分である旧行動館であり、国の特別史跡に指定されている。その中の成長、自然道、正門は、国の重要文化財に指定されている。なお、旧行動館の建物については、茨城県都市公園条例において、有料公園施設とされ、 観覧は有料とされている。観覧料の管理は都市公園法に規定する公園施設として知事部局が行っている。文化財ではあるものの博物館法における博物館、博物館相当施設とはされていない。2011年3月11日発生の東日本大震災で甚大な被害を受けた。このうち 行動換気を刻む行動換気費は2013年に修復が完了したが、その際、1953年修復時に本体背面に施されたコンクリートが除去されて、それ以前の姿にほぼ復元された。2019年には北作五門と土類通路が復元され、12月19日に見学会が開かれた。平成27年4月24日に、 文化庁より発表された日本遺産、近世日本の教育遺産、学ぶ心、礼節の本源、のストーリーを構成する水戸市内の文化財の一つである。天保12年7月に完成し、8月1日に仮会館。第9代水戸藩主の徳川成明によって、水戸城三の丸内に作られた。初代教授討取りには、藍沢聖司祭と青山節祭がついた。 建造は、都大表儀県が務めた。また、経営にあたる学校奉行には、安島建脇が任命された。八家堂の行動換気の石踏みには、藤田東古総案の見学の精神が漢文で書かれている。武道の他にも、広く諸科学、諸学問が教育、研究された。学問の教育、研究としては、当時広く行われていた文系の他にも、一部の、 自然科学についても行われていた。また、第2代水戸藩主の徳川光国が編纂を始めた、第日本史の影響を受けた、水戸学の物体ともなった。当時の藩校としては、規模が大きく、また、水戸藩も財政が潤っていたとは言えなかったことから、当時の水戸藩の教育政策が伺えると言われている。通常、卒業の概念が設けられているものが多いが、学問は、 一生を行うものであるという考え方に基づいて、特に卒業の概念を設けず、若者も老人も同じ場で学んだと言われている。また、半額出席強制日数という形式的な基準を設定していた。文部のうち、文館への入学には一定水準以上の学力が要件となったが、部館への入学は無試験であった。一方で、価格と実力が合致するような人材を、 育成するという目的から、家柄に基づいた出席日数の制限が行われ、家柄が低い者へは出席すべき日数が少なく、設定されていた。明治維新の際、水戸藩では改革派と保守派が激しく争い、行動官もその舞台となった。慶応4年4月、近親中の徳川義信は、江戸会場の合意事項に沿って、水戸に引き移り、行動間の自然道に入った。 しかし当時の三戸藩では藩主義圧が病没して藩主不在の混乱状態であり、義信が紛争に担ぎ上げられることが予測されたため、7月に義信は静岡に移った。改元して明治元年10月1.2日には藍津戦争で敗走した諸政党が三戸に舞い戻って行動館に立てこもり、三戸城に入った本国寺島。 天狗島の残党らと大手門を挟んで戦闘する事態となり、文官、武官、医学館等多くの建物が重砲撃により消失した。1872年12月8日に閉鎖され、その後は大乗官布告により公演とされた。行動官が有していた蔵書の多くは国有とされ、後に設立された官立の旧正ミッ高等学校が引き継いだが、 昭和20年8月1日から2日未明にかけての水戸空襲により国有化された蔵書は消失した。その他の蔵書については、行動館の伝統を引き継ぐために関係者によって作られた実況者に引き継がれ、その後は行動学者、水戸塾、水戸学院、茨城中学校、茨城高等学校と続いている。現在、約1万冊程度の蔵書が現存し、 茨城県立歴史館が委託などで管理を行っている。また、徳川成明の意向により、設立当初から多くの梅樹が植えられ、その由来が種梅樹の石踏みに記されている。成明の監視、行動館に梅花を称すには千本の梅があるとある。現在、敷地跡は梅樹約60品種800本が植えられており、梅の名所となっている。なお、 行動館と同じく梅の名所である海楽園は、行動館に対し、心身保養の場としてタイに作られたものである。正門正門は本、河原吹四つ足門である。柱などには、1868年10月の行動館戦争の折に、城側から撃たれたと思われる弾痕が残っている。成長成長は、行動館の管理棟である。 成長の北と南にそれぞれ文官と部会を南帝に武術訓練のための大芝を排している。成長の北東に位置する四室は自然道と呼ばれた。自然道成長の北東に位置する四室。藩主の控室、その指定の学習の場として使用された。襖や壁面には和歌の洗面を掲げたと言われる。現在、襖には 金目石火火の碑文を記した掛け軸が掲げられている。孔子病孔子病は、真珠一致の教義に基づき、1857年に、鹿島神社と共に建立された。河原吹入りもや作り。屋上に鬼頭、鬼、竜子を据えている。1945年に消失し、1970年に再建された。八家堂八家堂は、 行動環境を刻んだ石碑を収めた副道である。道板武器の八角道。1945年に消失し、1953年に再建された。学生継承学生継承は行動管内に時刻を知らせるものとして利用されていた。首狼は孔子病の西側に建てられている。金の背面には物学ぶ人のためにと、 さやかにも赤つぐる金の声かなという成り明きの直筆がある。二千九年三月、学生継承の保護を目的に、茨城県がレプリカを作成し、実物は行動館内で展示を行った。鹿島神社日立一宮である鹿島神宮から千八百五十七年に分祀された。社殿は千九百四十五年の空襲により消失し、千九百七十四年の 伊勢神宮の式年遷宮の際に風日の宮の宮殿が譲渡され翌年に移築された。種場駅日、成明の自戦自筆による快楽園や行動館などを見とに多くの梅を植えた由来を記したもの。梅を鑑賞するほか、実を梅干しにして、戦に役立てるなどの目的などが記述されている。 高さ約198センチメートル、幅約98センチメートル、厚さ約27センチメートルのまだらいで、八景堂の南側に立っている。筆跡は損傷しており、上半分が風化して文字が読めない状態である。拓本は自然堂で見ることができる。行動換気ひなりやきが行動関見学の精神を記した行動換気を刻んだ石碑である。 園内の八景堂内に設置されている。石踏みは高さ318センチメートル、幅191センチメートル、厚さ55センチメートルの巨大な冠水石製であり、成屋記事筆の書を刻んでいる。八景堂は普段は閉じられており、石踏みの現物を見ることはできないが、拓本を行動間の成長成績の間で見ることができる。 石踏みは1945年の戦災で八家堂に直撃した焼夷弾のため損傷し、その後、1953年と1972年に修復がされた。2011年の東日本大震災で大きく崩れ、その修復作業が文化庁によってなされ2013年10月に完了した。その際、1953年修復時に、 本体背面に施されたコンクリートが除去されてそれ、以前の姿にほぼ復元され、11月18日には復旧記念式典が開かれた。金目石河東神社に近い場所に設置されている。徳川成明による歌が刻まれている。大きさは高さ約203センチメートル、幅約190センチメートル、厚さ約34センチメートルである。歌の内容は、 行く末も踏みなたか、へそあきつ、島山との道そよなりいけると、日本人の進む道について歌っている。また、石碑の写しは、行動館内の自然堂にかけられている。ありがとうございます。